ウィリアム・アーサー・キャンディ・カミングスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウェア出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。野球の球種の一つ、カーブの考案者とされる。カミングスは17歳から、ブルックリンのエクセルシオールクラブで野球をしていた。最初に出場した試合は1866年8月24日に、ニューアークのユーレカベースボールクラブと対戦した試合で、 この時は24対12で勝利を収めている。その後1867年のウースターでの試合でカミングスは初めてカーブを投げたと言われている。カーブの投げ方については貝殻を投げた時に回転しながら飛んでいく様をヒントにしたという。カミングスがプロ野球リーグに登場するのは1872年のことでニューヨークミューチュアルズの投手として55試合に 当番、33勝20敗の成績を収める。下手投げのみのルールだった当時は、困難だった寒風勝ちも3試合行っている。投手としての経歴は1877年までで、同年に創設された、インターナショナルアソシエーションというプロ野球リーグの初代理事長となった。1924年、オハイオ州トレドにて死去。1939年、 野球の発展貢献者としてアメリカ野球殿堂入り、カーブの発案者をフレッド・ゴールド・スミスとする他説もある。ヘンリー・チャド・ウィックら一部の野球歴史家の著作によると、カーブが投げられたという最も古い公式な記録は1870年8月16日のブルックリンでの野球の試合であるという、記録はすべて1872年以降、 ありがとうございます。